日本がインドとの外務防衛閣僚会合、通称2プラス2にて驚きの展開になり、モガ2型護衛艦が搭載している複合通信空中戦の通称ユニコーンのインドへの転移が検討との情報をキャッチしました。今回はそんな最新鋭モガ2型の複合通信空中戦の通称ユニコーンのインドへの転移化を詳しく見ていきますね。日本とインドの協力体制は中国が一番嫌う方向性です。近平も今度は挟まれてしまいましたね。中国国内は崩壊中なんです。日本とインドは2カ国間で相互に外務大臣と防衛大臣及び国防大臣が参加を行う外務防衛閣僚会合、通称2プラス2と呼ばれる協議をインドの首都ニューデリーで2024年8月20日に開催したことが報じられた。今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2には、前者からは上川外務大臣と木原防衛大臣、そして後者からはジャイシャンカル外務大臣と新国防大臣が出席、両国としては通算で3回目の実施となった。日本において外務防衛閣僚会合、通称2プラス2と聞けば、唯一の軍事同盟締結国であるアメリカとの間で行われる会合との印象が強いかもしれないが、今回のインドのようにアメリカ以外の国とも行っている取り組みではある。日本はこれまでにもアメリカ以外の複数の国とこの外務防衛閣僚会合、通称2プラス2に臨んでおり、今回のインドをはじめオーストラリア、インドネシア、そしてイギリスやフランスなどともその会合を行っている。もっとも相手国として以外に思われるかもしれないのはロシアで、かつての安倍政権時には同国からの北方領土の返還を念頭に置いた日露間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2を開催したこともあった。まあ、2022年2月に逝去し、今もウクライナの劣勢が続くロシア・ウクライナ戦争に直面し、日本とロシアとが再びこの外務防衛閣僚会合、通称2プラス2を開催することは当面はないと思われるが、政治的な動向に沿って開催されてきた側面もある。さて、今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2の開催だが、その主たる開催目的は南シナ海や東シナ海、さらには西太平洋など周囲の海への進出を強める中国に対し、これを牽制する政治的な意味が大きかったと考えられる。したがって今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2においては、大きな枠組みとしては日本、インド、アメリア、オーストラリアの4カ国によるクアッド体制のこれまで以上の連携の強化が打ち出された。また日本とインドの双方が今後の安全保障環境を見据えた上で、宇宙空間やサイバー空間といった新たな領域についても軍事面を含めた協力関係の進行を行うことが表明され、新たにこれらの点への協力も合意がなされたとされる。具体的には、今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合、通称2プラス2の成果として、日本の自衛隊とインド軍との合同軍事演習の強化や、海上自衛隊の艦艇を中東方面やアフリカ方面に派遣する際の支援についても合意したと報じられている。これらに加えて注目を集めたのは、現時点で海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるモガ2型に搭載されている艦艇搭載用のアンテナ設備をインド海軍の艦艇に対しても転移する検討がなされた点であろう。この最後の海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるモガ2型に搭載している艦艇搭載用のアンテナ設備をインド海軍の艦艇に転移する検討が行われたことが注目されているのは、それが日本の防衛装備品の輸出に直結する事例となり得るゆえであろう。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるモガ2型は、1番艦にしてネームシップのモガミ、2番艦のクマノ、3番艦のノシロが2022年、4番艦のミクマが2023年、5番艦のヤハギと6番艦のアガノが今年2024年6月までに就役している。さらにモガ2型は、7番艦のニヨドも今年2024年末の就役が予定されており、以後8番艦の優別、
9番艦のナトリが来年2025年中に就役予定で、10番艦から12番艦も2026年度内までにこれに続く形である。一時期は22隻という大量建造も視野に入れられていたのが身型護衛艦だったが、現在はこの12隻で一旦同型艦の建造を終了し、以後はその拡大改良版となる新型艦の建造が同様に12隻の規模で実施されることが打ち出されている。もが身型護衛艦は基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0 メートル、全幅で 16.3 メートルの艦体を持ち、海上自衛隊で初となる新たな艦式号、FFM を付与された艦艇としてもよく知られている。この艦式号の FFM は、頭の FF が艦級を示すフリゲートを意味しており、後ろの M は、嫌いを表す、マインと多目的を表すマルチパーパスのダブルミーミングと公表されており、従来までの日本の沿岸防備を担う護衛艦、艦式号、DE を置き換えるものとなっている。もが身型護衛艦は、当初の予定であった基準排水量3000トンという規模からは3割ほど大型化しているが、機関部には、ディーゼル機関とガスタービン機関を合わせたコダグ方式を採用。最大で出力7万馬力、30ノット以上の速度を発揮可能としている。また、兵装面に関してももがみ、型護衛艦は、主砲として、マーク 45.62 口径5インチ砲1機、マーク 41VLS 垂直発射艦16セル、17式艦対艦誘導弾の4連装発射塔を2機、324mm 3連装単魚雷発射艦2機等を装備予定で、そして、機雷の敷設と除去の両方を行うことも可能とされている。この最後に挙げた機雷の敷設と除去の両方を行うことが可能である点が、もが身型護衛艦の艦種記号、FFM にも反映された特徴であり、従来まで、ハムット小型の専用の艦艇で実施していた対機雷戦闘も包括して行うことが基礎されている。そして、もが身型護衛艦といえば、レーダー反射断面積を極力抑えるために、できるだけ艦全体をシンプルなラインで構成するデザインが採用されており、兵装を含め非常にすっきりとした見た目が特徴だと言ってよいだろう。こうしたレーダー反射断面積を極力抑え、艦体のステルス性の向上の一環を担っているものの一つとして、艦橋上部に設置された円筒形をした棒状の通信用のアンテナ、複合通信空中線があり、もが身型を識別する上での外観上のトレードマークともなっている。もが身型護衛艦の通信用のアンテナ複合通信空中線は、英語ではユニテッドコンビネットラジオアンテナユニファイドコンバインドラジオアンテナと呼称され、その頭文字と見た目から想像上の一角獣にも呼んでユニコーンとも呼ばれている。この通信用のアンテナ複合通信空中線である通称ユニコーンが、今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合通称2プラス2において、今後日本からインド海軍の艦艇へ移転する検討が行われたものである。通信用のアンテナ複合通信空中線である通称ユニコーンは、日本の NEC 日本電機株式会社が主契約となって開発されたもので、同社の桑井三波工業株式会社及び横浜ゴム株式会社の技術によって実用化された。この通称ユニコーンは、これまで海上自衛隊の艦艇においてマスト上部に複数存在していた個々の空中戦群を相互に干渉させずに配置し、レーダー反射断面積を低減させ、対雷性を確保し、また整備性を向上させ、偽装を簡素化して単体の空中戦装置に統合したものである。今年2024年3月の時点で、日本は国連憲章に沿う形の防衛装備品技術移転協定を、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スウェーデンの欧米各国、オーストラリア、インド、シンガポール、フィリピン、インドネシア、マーシア、ベトナム、タイ、そして中東の UAE と締結している。今回の日本とインド間での外務防衛閣僚会合通称2プラス2の後、木原防衛大臣は、
通称ユニコーンのインドへの移転を機会とし、防衛装備品へ関連する技術協力を深めることで合意を得たと述べ、インド等の関係国とさらに連携強化を図る姿勢を明確にした。